かつて移民の家として使用された家屋移民の家は、かつてブラジルのサントス市に存在した日本移民用の宿泊施設である。サントス港からブラジルへ入国した日本移民の一時的な休憩、宿泊施設であった。官報サレス通り62番に所在し、開所した1960年の宿泊可能人数は150名で、入国手続きを待つ間の休憩所。 在産パウロ日本国総領事館への在留届け、日本海外協会連合会への登録、両替、ブラジルでの営農資金の受け渡し等が主な業務であった。また、移民と現地の引き受け人の間でのトラブルの仲裁、移民の入職先の紹介等も言っていた。戦後、日本からブラジルへの移民が再開され、ピーク時には月間500名以上もの日本人がサントスに、 上陸するようになった。この時代の通関手続きは10時間以上もかかり、翌日まで持ち越される場合もあり、その間は昼は炎天下で行列し、雨の日や夜は倉庫の軒先でうろうをしのぐ状態で、老人や子供にとっては大変な負担であった。ブラジルへ移住してきた日本人の苦労を少しでも和らげようと、財団法人日本海外協会連合会、 サンパウロ事務所の大沢大作支部長が移民用の休憩所を設けることを提案。この案はブラジル日本移民50周年記念事業の一つとして取り上げられサントスに移民の家を解消させる計画へと発展した。移民の家の家屋は日本政府の助成金で購入され、その運営は現地ブラジルの日系人の組織日本移民援護協会へ委ねられることとなった。 1959年7月13日、サントスの税関から約600メートルのカンポスサレス、通り62番にあった不動産が250万クルゼーロで購入された。その後、建物の裏に床面積109平方メートルの2階建ての家屋が増築され内部設備を整えて1960年1月23日に移民の家として開所式が行われた。 当初、予期していなかった需要があり、対応できなくなったため、隣接していた家屋が255万来るゼロで購入され、さらに1961年から翌62年にかけて、その裏庭に2階建ての新館が増築された。結果、移民の家は3年間で5度の日本政府補助金を受けて完成された。1960年2月10日入港の アメリカ岸から翌年3月24日入港のサントスマルまで26隻の移民船がサントスへ入港し2339名が移民の家を利用した。しかし、ブラジルへの日本移民の数は1959年をピークに減少しており、それに比例して移民の家を利用する移民の数も減っていった。移民の出迎え人、日本へ帰国する者とその、 見送り人等に利用されることも多々あったが、移民の利用者数は減少する一方であった。1969年、移民の家の運営は、日本移民援護協会から海外移住事業団に返還され、宿泊所として一部を一時的な収容者のために使用されるようになった。1971年5月、サンパウロ市に遠距離構成ホームが完成すると移民の家に、 入居していた人々はそこへ移され、移民の家には管理人一家が住むだけの活動休止状態となった。1973年10月、サンパウロ日白援護協会は在サンパウロ日本国総領事館と海外移住事業団を通じて外務省へ移民の家の家屋を老人ホームとして活用したいので、譲渡してほしいという要請を行った。移民の家は、 国有財産であったため、譲渡の可否は大蔵省の管轄にあり、外務省は大蔵省へ働きかけることとなった。そして翌74年3月20日、大蔵省は移民の家の不動産を無償譲渡することを発表した。さらに海外移住事業団は移民の家の回収費として500万円の予算を組み、回収後に家屋を遠京へ譲渡した。同年六月十九日、 日本国政府から遠距離へ移民の家の譲渡式が行われ、サントスの移民の家はサントス構成ホームとして生まれ変わった。この時に譲渡された不動産の土地面積は約1000平方メートル、床面積は約850平方メートル、時価100万クルゼーロであった。サントス構成ホームとして再発足した移民の家は1974年7月1日から、 活動を開始し、同月14日には、サンパウロにあった、遠距厚生ホームの入居者31名が職員と、共に、サントス厚生ホームへ移転してきて、本格的な老人ホームとなった。もともと、老人ホーム用に作られた建物でないため、移民の家の家屋は、急な階段、悪い足場、トイレが少ない等の問題点があった。そのため、1 9 8九年に、 移民の家の家屋は取り壊され、6階建てのビル型老人ホームがその場所に建てられた。ありがとうございます。